吉田さん、お疲れ様です。風邪をひいた男の末路ねいや。私の場合はね、風邪をひく前の段階の体調が悪くなるかもな、っていう風な前の段階の体調が悪くなるかもな、っていう風な未来が来そうだな、っていうところで分かるんですよ。まあ、ですんで、その時に対処します。ですんで、えー、まあ、そもそもね、風邪をひくっていうところに落ちないんですよね。まあ、これ自慢でも何でもなくって、もうね、なんと言いますかね、小さなほころびを ほっっとかないってことなんですよこれはこのままいったらやばいなと例えて言うとねご覧になってるか分かりませんけどもあのカイジのスピンオフで班長っていうね漫画があるんですけどもわし今日風邪ひくかもっていうねあの感覚なんですよであの班長のエピソードを見た時あこれ俺とおじだと思ったんですよまあというのがこのまんまうんまだ大丈夫だろうってう感じで無理をするとそっからね 体調の不全ってのが起きてくるなってのが分かるんで、その時に対処するんですよね。ということはどういうことかっていうと、やばい、このまま放っといたら3日後くらいに、あの、熱が出るかもなっていうふうに思うわけなんですよ。そうすると、今日はちょっといろんなことを中断して、体を温めて風呂に入って清潔にしてで、で、カロリーの高いものを食べてね、で、寝ちまおうと思うわけですよ。で、ちょっと普段よりも長めに休憩を取るんですよね。そうすると、リフレッシュって感じで、すべてを撃退して、次の日に回せると。 で一応ね向え酒じゃないんですけどもスタミナドリンクをねバシッと飲むんですよ、まあ、自己暗示の効果も高いです、まあ、そうすると免疫力がおそらく高まってるんだろうなっていう感覚になって実際に何もないように3日後が遅れるっていうようなそのパターンですよねであのお腹が痛くなる時もだいぶねあの予兆がつくようになったんですよあこれ腹壊すかもなと思ったらその時点で赤玉飲んでねそれから水を多めに飲んでえー、まあ一応ねもう覚悟しておくってことですよね うん、まあそうすると、まあ私の場合は今ないですけどもね、昔サラリーマン時代って、その、どうしても途中退席できない会議とかがあったんですよ。90分とか2時間とかね。ト、トイレも行けないみたいな。本当にトイレも行っちゃダメみたいなのがあるんですよ。私その時きつかったですね、うん。本当にトイレ行けなかったんで。まあ行かしてもらいましたけど、そうは言っても。怒られましたよね、でもね。準備が足りんとか、ね、緊張感がないとか言って、ね、<laughs> まあでもね、出物腫れ物なんとやらだろうと思ったんですけどね。 まあそういうことですかね、うん、あそうそう全く関係ない話題をちょっと掘り込ませてもらいたいんですけども神戸がどっかの病院でねあの医師として勤務してる方が200時間以上の過重労働の末にねあの、まあ、自らねあの生きていない状態になってしまったんですよまだ若い26歳か27歳ぐらいの方だと思うんですけどもその医者として1年目の勤務だったんですよね。 うん、で過重労働で、まあ、これはお亡くなりになったってことがもう客観的にもはっきりしてるんでその裁判になったんですよね、うん、裁判になったんだけども病院側ってのは過失を認めずにそれは自主的に残ってやったんでしょうっていうふうなことを言い跳ねてうんなんかねでやっぱり他の同僚とか先輩医師たちも個人的にはいろいろあるんでしょうけども。 病院の方針にたてつくようなことを発言するとね自分の出世とか立場がなくなるからんんまり決め込ででるんですよ、うんまあ、それはもうしょうがないのかなと思いますけどもでもなんだかねあのもっといい環境を求めて職場ってのは改善を繰り返さないといけないのに今回のその医師の方がねお亡くなりになるその1年か2年前に同じような提言が医師から出されてるんですよ。こののままま勤務状態だったたら今に死人が出ますよみたいな感じでね で実際にその時に何の改善もされずにそのまんま新入社員として着任した真面目な医師がね自らそういうことになってしまうということで本当ご遺族のね思いは計り知れないですよ、うん、で確かねその方、うん、お亡くなりになった方のお兄さんも勤務医なんですよねお兄さんコメントちょっと残してましたけどもそれでも何ともやりきれないですよね、うん、病院としては あのお亡くなりになった弟さんに報いるためにもそのお兄さんにね、えー、なんかこうわざとらしい出世のコースとかをもう提案して、まあ、いわゆるアメととを与えると思うんですよでお兄さんはそれを受け取って自分の意思としてのね道を受け取って、まあ、弟の死に関しましては割り切っていくしかないかなっていう風になっちゃうのかなと思うとお兄さんもなんかやりきれないかなと。まあ、だからといっててね病院に立ちついて 真実を追求したところでもうその職場にいるってことは人生をつかまれてるんですよねそんな感じで時にはそうやって命も落としかねないということがありますもちろん守られてる部分はあるんですよ組織ってものにね組織ってものに守られながらだから組織を守るために顧客第一主義から随分離れていってしまうってこともあるのかなと思いますよね、うん、まあそういうふうなね主従関係が 会社と会社員にはあるなというふうに感じたそんな次第でございました。いっってらっしゃい